2001年8月現在のバンカーヒル記念塔バンカーヒル記念塔は、アメリカ合衆国マサチューセッツ州ボストン市北東部、チャールズタウン地区に位置する記念塔独立戦争における主な戦いの一つである、バンカーヒルの戦いを記念し、1825年から17年の歳月を費やして建てられた、同国最初のオベリスクである。 バンカーヒル記念塔の高さは67メートルである。塔の内部には294段の階段があり、屋上まで登ることができる。建在の三影石は近隣のクイーンシーン市で採掘されたものであった。採掘された三影石を運んだ鉄道、グラニット鉄道は1826年10月9日に営業を開始したアメリカ合衆国最初の鉄道であった。 塔の実際の位置は、バンカーヒルではなく、実際の戦闘の大部分が行われた近隣の、ブリーズヒルである。塔を建設した、バンカーヒル記念塔協会は一旦は、戦場跡を広く買収したものの、塔を完成させる費用を調達するために塔を建てる、場所を除いた他の土地売却を余儀なくされた。塔には展示館が隣接しており、バンカーヒルの戦いで戦死した将軍。 ジョセフ・ウォーレンの像や戦場を再現した模型が展示されている。また、塔の前には戦いにおけるもう一人の英雄、ウィリアム・プレスコットの像が立っている。この塔の建設を最初に提唱したのは、ボストンの弁護士、ウィリアム・ティック・ノアであった。ティック・ノアは軍人や大学教授が集まった朝食会でこの提案を行った。やがて1823年5月10日、 この提案に関する公的な会議が行われ、参加者それぞれが5ドルずつを寄付した。同年6月7日には、バンカーヒル記念等協会が設立され、資金調達が始まった。人類学者、エーモス・ローレンスは協会に1万ドルを寄付した。1825年の春、協会はブリーズヒルの中原に約6万千平方メートルの土地を購入した。しかしその時点では、 当のデザインは、まだ決まっていなかった。ダニエル・ウェブスターら5名で、デザイン委員会が設置され、賞金100ドルで公募が行われた。50以上の応募があった中、最後に選ばれたのは、ソロモン・ウィラードがデザインしたオベリスクであった。ついに1825年6月17日、当は着工となった。マリー・ジョゼフ・ドラファイエットが着工セレモニーを、ウェブスターがスピーチを行った。 着工式の進行に当たったのはマサチューセッツ州のフリーメイソンであった。塔の建設は資金難でたびたび中断された。1838年建設資金を調達するため、教会がかつて購入した戦場後の土地約4万6千平方メートルを売却しなければならなくなった。そのため、バンカーヒル記念塔を建てるための土地は、 グリーズヒルの頂上しか残らなくなってしまった。1842年7月23日、着工から17年の歳月を費やして建設された、塔はついに完成した。翌1843年6月17日には、塔が建納された。ここでもウェブスターがスピーチを行った。塔の管理は、バンカーヒル記念塔協会が行っていたが、1919年に、塔は、 マサチューセッツ州の管理下に置かれることになった。1976年には、党は国立公園局に移管され、ボストン国立歴史公園の一部となった。また、バンカーヒル記念島はフリーダムトレイルの終点であり、ボストンの観光名所の一つとなっている。43モニュメントスクエアチャールスタウン m a 0一1 2 9から343242の5641。 ありがとうございます。